や最近の東海もやっぱでかくなってきたけどさ、うん、たるんでんだよな。そうですね、たるんでるやついるな。失礼します。来たか。問題の登場か。はい。今どこだったの。今どこにいたの。どうあったんだよ。失礼します。夢丸とかいたっけ。はい。君東海前だよね。はい。動画最後に出たのいつ。最後に出たのは、試写会のあの動画以来ですかね。そうなると3ヶ月ぐらい経ってるか。1ヶ月前。東海前としてはやっぱやっていく気はあんの。はあります。はい。やる気だけじゃやっぱやっていけないから、はい、ちょっと今日は君の知識確認させてもらうよ。はい。問題かも。あーしいい子だ。よくしつけたな。もう一回鳴らすと帰っていく。帰らせる必要ないんじゃないか。ここに東海オンエアの動画のタイトルを7個書いた。いつもネタ会議でネタを決めている。だからメンバーはこれは誰が考えたネタか必ず分かるはずだ。もちろん君も分かるだろう。やっぱり特徴があるかなっていう動画もあると思う。うん、まあ最近ね、忙しくてネタ会議出れてないと思うけど、まあ見ただけで特徴をつかむ、そういうね、東海前に対しての知識というものは見たいので、どの動画が誰の考えた企画かを回答してもらって、7問中4問以上当てたら、東海前残留。厳しい。それ以下だった場合は、クビだ。リード頑張ってくれ。まさか無理なんて言わないだろうな。いや、もうできると僕は信じてるんで、大丈夫です。ならいい。信じてる。では早速1つ目から回答していただこう。まずタイトルを読んで。標準語の文章をいろんな方言に言い換えるクイズ。うん、まあ、やっぱり知的な虫君かなと僕は思っています。ちなみに君九州お前の名前なんだっけ。夢丸くん担当ダーマルです。、うん、え、それ丸しなくていい。じゃあタイトルから読んで。堕落男に地獄の罰1週間ラジオ体操の刑。うん、まあやっぱりなんか、まあ、日常生活の中でも、まあ、しっかりしている、まあ、りょうくんかなと僕は思ってます、ね。なるほど。次行こう。左ハンドルコインパーキング出るの一番早いやつが勝ち。まあなんかちょっととしみつっぽいなとか思うところもあるんですけども、うん、この動画の中でやっぱ面白かったのが、まあ、しばゆうが車に乗らずに走ってあたふたしてたっていうところが、まあ、面白かったかなっていう。見てる。なるほど。思いましたね。素晴らしい。答えは。としみつ。あ、いいですね。答えは。としみつ。はい。それでいいんだな。ここまで来たら質問とか。君にとって東海オンエアとは。僕にとって東海オンエアっていうのは、まあ、やっぱり、まあ、遊び場というか、うん、そういう風な感じでは考えてますね。いい答えだ。この質問早かったですね。やべ、2問目の途中でこれを聞いたのか。それもう残留決定してから言うと。次行こう。まさかの感動、選手権で勝ったやつが勝ち選手権。これ見ましたか。この動画はですね、まああの半分ぐらいまでしかちょっとまだ見れてない。おい、お最後見ろよそれ。この動画で最後まで見る。頼むよ。あ、それ、あ、この動画、そうですね、すいません、思い出しました。今見ました、この動画。しっかりと。この動画はですね、名前からして、まあこれは哲也かなっていうふうに。なるほど。どうぞ、読んで。企画会あり。いや、質問か。ないな。次行こう。企画会議中に AV を堂々と見続けたらキレられるのかって。この動画は東海オンエアじゃないですよね、これ確か。カリスマブラザーズの動画でなんか出てたような気がするんですね、僕は。ちなみにカリブラの誰のネタか。誰のネタ。このネタ、確か見てたのがジョージ君だったと思うんで、うん、まあ、ジョージ君主体の企画なのかな。じゃあ次。あの有名な音たちにこんな歌詞があるの知ってましたか。こんな歌詞があるの知ってましたか。悩んでいる、うん、これタイトルですよね。ありまだろ。ちょっと待って、ちょっと時間もらってもいいですか。最後、星座やあなたを宇宙の旅にご案内します。あ、ないですよね。7番は東海オンエアじゃない。じゃない、うん、ちなみにどのチャンネルの誰だと思う。あれですかね、あの NASA とかそういう系の。NASA 公式チャンネルか。NASA 公式のなんか東海オンエアの動画で、うん、あのホクロの生産の動画があったので、うん、それと繋がってくると、まあ柴犬が7番になってくるのかなっていう。で、6番は東海オンエアの動画じゃないかなって思います。宝部さんで。宝部さん音楽やってるんで。宝部さん動画見たことあるのか。ちょっとないです。おい、実際。それでは集計が出たので結果発表させていただく。方言の動画、はい、企画提案者、虫眼鏡ではない。ダンス。誰だったでしょう。俺だ。嘘だ。ラジオ体操の動画、企画提案者、りょう。大正解。正解だ。ありがとうございます。素晴らしい。いや、もう理由までバッチリやったな。
まさに言った通り、左ハンドルの方が企画提案者としみつではない。ここでもし当てたら正解にしてもらった。かわいい。聞くだけ聞いてよ。ザオくんで。バカ野郎。え、あ、もうそうか。そうか、そうか、そうか、正解。ただ暴言入ってる。大正解だ。だが点をあげられない。ダメ。選手権、選手権提案者わしら。正解。正解。ありがとうございます。 AV 企画提案者カリブラ。しかしながらだな、カリブラの誰かはわしらも知らん。残しておいて最後に確認しよう、あの有名な音に歌詞があるかどうか。宝部さんではない。東海オンエアだ。ちなみに誰だったの。としみつです。あれ誰も分かってない。いいじゃん、いいじゃん。面白いじゃん。確かりょうくんじゃん。俺だ。あ、りょうだ。おう。くちゃくちゃだ。星座の動画。はい。しばゆう。カリブラがジョージだったら君は合格。もしジョージじゃなかったら君は不合格。お前がカリブラの動画入れたから変なことになってる。おかしいじゃん今。まだもしね。あー、もしもし、こちら東海前の時矢という者だが。あ、その人知ってる。あ、だからわしだ、それは。ちょっと聞きたいことがあるんだが、企画会議中に AV を堂々と見続けたらキレられるのか。この企画を提案したものを知りたい。これは誰が考えたネタだ。俺。この何、えお前のせいで。お前が AV を見たせいで。ちくしょう。バカ野郎。惜しいところまで行ったんですけどね、申し訳ないです。お前ならやってくれると思ったよ。しかし、やつ成功した時にセリフ。クビだ。出てけ、出てけ。いいやつだった。バカ野郎が。あいつはよくやってくれた。あいつはよくやってくれた。ということで、先ほど見ていただいた通り、メンバーが1人抜けてしまいました、はい、しかしですね、やっぱり東海オンエアって6人の掛け合いがやっぱり好きだなっていうのを見てて分かっていただけると思うし、6人でやっていきたいんですよ。なので今回の欠員を埋めるために新たな方にメンバーとして入っていただくことになりました。こちらの方です、どうぞ。はじめまして。はじめまして。この度東海オンエアに入ることになりました、黒霧島です。あの、お酒大好きなのでね、これからこの6人で新たにやっていきたいと思います。はい、皆さん応援よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。またもしかして。この絵面やばい。よろしくな。6人の絵面やばい。黒霧島よろしくお願いします。マジかよ。